腕輪の力を引き出した井伊直虎の奮戦もあり、反乱軍は奪起の関係を破り、徳川家康らを救出した。徳川主従は久しぶりの再会を果たす。だが喜んでばかりもいられない。未だ目的の見えぬ強大な敵奪起と呂布、反乱軍の前途にはまだ広大な暗雲が広がっていた。闇を少しでも振り払うため反乱軍は次なる行動に出た。織田軍につきながら静観していた義伊達連合軍、彼らに接触を図り真意を聞き出そうとしたのである。使者を送りましたが、敵軍は話し合いを拒否、防衛の準備を始めたとのことです。戦わねばならぬか。ま、一回ぶちのめしてやれば話を聞く気にもなるだろう。敵にはあの芝居もいるか。俺には少し荷が重いな。孔明、君がここにいてくれれば。全軍止まってください。この敵の布陣きっと罠です。橋を渡った先におそらく伏兵が。迂回し逆に背後をつきましょう。見ただけでわかるのかよ。序章は諸葛亮と机を並べた軍師、このぐらいの読みは当然だ。私が相手で不服かな。最強の顔を見せてやる。私が負けただと。いいぞ、その調子だぜ。味方の英傑が徐々に増えていますね。頼もしい限りです。そうだな、このままいけば信長にも対抗できるかもしれない。敵が見事に負けちまうとはな。完破すると見事だが、油断ならない敵ということです。この先は十分注意するのですよ、神君。我らの備えは万全よ、バカめ。どこからでも攻めてくるがいい。油断するな、バカめ。足元を救われようぞ。背後から敵が。伏兵を見破られていたか。急いで伏兵を撃とう。彼らが体勢を立て直す前に。信じておった。ご無礼ながら背中がガラ空きでございます。いつの間に。共にぶちのめ。敵の狙いは攻撃だったのか。だけで俺は満足していた。相手の方が一枚上手ということか。伏兵には感づいておったようじゃが、それで油断するなど甘いわ。常に二の矢を用意する。それでこそ一流の軍師というものだ。標撃される前に本陣を捨てましょう。敵中を突破しそのままあちらの城へ。これで終わり。囲まれる前に動いたが、
奴もまんざらバカではないようじゃな。まだ死ねぬゆえ、ごめん。飛び出したら申し訳ございません。まさかさ、小十郎が敗れただと。侮れぬ敵よ。おお、見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。この戦、俺には荷が重い。孔明ならどうするだ。ん、ここは兄者の軍がいるようだ。最強の武を見せてやる。現直の顔も見えますね。どうやら芝居と戦っているようですね。討ち取ったぞ。諸葛亮、運挙、こんなところで再会できようとは。再会の喜びはまた後ほど。まずは兵を取って、私が来たと触れ回ってください。なるほど、芝居の読みを利用するつもりか。全軍に伝令を送ろう。孔明はやはりすごい。全て砕いてやる。よくぞ兄者を守ってくれた。これよりは拙者も貴殿らと堂々いたす。勝機は今、厳しく攻め立てます。伝令受けたまわった。我らの役目は労働か。続きましょう。ステルセウス殿、劣勢の中で兵を二つに分けるのか。消せないが今は従おう。よし、我らも雪村殿と共に進むぞ。敵は兵を分けたようじゃな。それに諸葛亮が現れたと騒いでおる。くだらぬざれ言を。奴の名を出せば私が動揺すると思ったのだ。そう都合よく諸葛亮が出てきてたまるか。劉備のいる本隊を撃ち、即刻戦を終わらせる。司令座、背後は任せよ。撃ち取ったぞ。私が現れたことはいずれ敵に知れます。ならば逆に喧嘩し、桜とも黙らせましょう。芝居殿なら必ず疑うはず。そこまで見越しての行動とは、さすが孔明様。レレ、やはり本物の諸葛亮が舞台を率いているとのことです。その手に乗るか。そちらは陽軍、南から迫る劉備の部隊を狙え。敵はこちらに集中している。陽動は成功しているな。それもペルセウス殿の働きあってこそ。私もより一層奮起せねば。奴らの必死な様、やはりこちらが本命だろうな。策はうまくいったようだ。こちらの敵は手薄、容易に突破できよう。それも感度の武があればこそ。そろそろ時が満ちます。レネ、例の部隊を率いているのはやはり威勢を持った軍師とのことです。まさか本物の諸葛孔明か。かの芝中達もいるのだ。可能性はある。道は開けました。慎重かつ迅速に進みましょう。出過ぎた。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。敵将、そこを動くなよ。
さすがです。あなたならばと思っておりました。これが叶う相手じゃねえか。孔明はすごい。君が来てくれて助かった。玄直が耐えてくれたおかげです。ところで、この世界は一体。なるほど。事情は理解しました。想定外の不可思議な世界。脱するためには、力を合わせるしかないようですね。うん。兄者のため、この世界でも我が武を振るわん。私も微力ながら尽くしましょう。雲長、そして諸葛亮、月英、会えて嬉しく思う。これからもどうか、私を支えてくれ。ええ、劉備殿。ところで、そちらの方々は？わしらは信長の妙な力に無理やり従わされてな、抗う気を伺っていたのよ。しかし信長様の力はあまりにもお強い。考えなしに挑んではまたねじ伏せられてしまいます。だからあなた方の力を試させてもらったの。信長殿に対するだけの力があるかどうか。皆の優れた武勇、そして団結力、お見事でした。これからはどうか共に戦わせていただきたい。そういうわけだ。まさか異論はあるまいな。ええ、こちらとしても戦力が増えるのはありがたいことです。ところで信長はゼウスと手を組んでいるのか。腕輪の力を何に利用しようとしている。詳しいことは知らぬが、奴に腕輪を託した者がいるとは聞いたことがある。じゃが腕輪を渡した者の目的がどうあれ、信長はそれに従うような男ではない。むしろあの力を利用し、己が思うことを成し遂げようとする、そういう男じゃ。戦力を整えたとして一筋縄ではいかんじゃろうな。うん、いい気ほう、いいぞ。